落雷か。オズミンはどこだ。誰か見なかったか。馬小屋に行くのを見たぞ。なんだと。火事だ。見えないのか。誰も消さないのか。そんなに簡単じゃない。みんな怖いんだ。男爵が怒り出すと容赦しないんだ。弟が馬小屋にいる。助けないと。焼け死んでしまう。弟も馬も。やってみよう。早く急いでくれ。馬は無事か。いやはや、十字路での一件を許してやってもいい気分になってきたぞ。彼女は流産したそうだな。お前がめちゃめちゃに殴る前か、後か。一体何を言いたい。バカにするな。何年も続けたんだろう。とうとう耐えきれなくなって逃げた。そんなところが。無駄だ。家族に逃げられたんだ。黙りやがれ。座れ。暴力を振るったな。タマラに手を挙げたことはない。一度たりとも。アンナは別の話だ。俺を怒らせるのがうまかった。彼女がお前をどう怒らすな。塩辛いスープか、ほころびた靴下か。もう20年になる。妻は酔った時とシラフの時、両方の俺を見てきた。勝って帰ってくるのを迎えてくれ、負けた時は手当てをしてくれた。他の誰よりも俺の弱点がどこで、どうすれば俺の心が痛むか知っていた。殴ったのか。荒探しをされたくらいで。ああ、ウィッチャー、お前には理解できんだろう。まあいつかその話をする時が来る。今日以外のいつかな。あの光景を見た後で愛情深い父親だったと信じられるとでも。どう思うと自由だ。だが娘は常にかけがえのない存在だった。タマラがこの家の全てだった。誰でも知ってる。馬に乗ったり部下と狩りをしたり、時には一緒に見回りもしていた。俺が激怒した時はタマラが呼び出された。
なだめられる唯一の人間だったからな。幸運な人生だったような話ぶりだな。もしそうならなぜ逃げた。それが分かればお前に用はない。逃げ出したと知っていたな、最初から。ああ、知っていた。なぜ言わなかった。時間を無駄にしたぞ。問題を抱えていたと。妻と娘を抑えられなかったと言っていたら、俺をどんなクズだと思った。二人が逃げた日のことを全て話せ。今回は真実を。3日連続で飲み続けていた。アンナが来て出て行くと言った。残ってくれと懇願したが、妻は聞こうとはしなかった。止めようとしたが、抵抗して揉み合いになり、妻は倒れた。覚えているのはそこまでだ。朝目覚めたら自分のしょんべんでぐっしょり、頭には大きなたんこぶ。悲しいことに二人は消えていた。どんな気分かわかるか、ウィッチャー。わかるわけないよな。何も残らなかった。何も、酒だけだ。部屋の争った形跡、踊り場にはワインがこぼれていた。お前がやったのか。ああ、取っ組み合いだ。妻が食台で頭を殴ろうとしたが、外してばかりだった。壁や柱にぶつけていた。俺は後ろによろめいて机に当たった。ワインをこぼして滑って倒れたんだ。アンナはその隙に逃げた。あの食台を握ったまま階段を駆け下りて踊り場で妻に追いついた。二人とも転び捕まえたと思ったが、振り返って俺の頭を殴りつけた。失神してその後はわからん。目覚めた時には一人だ。タマラはずっとそこに、争いを見たのか。おそらく戸口からな。もしタマラが部屋に入ってきたら、現実は違っていたかもしれんな。娘を見ると心が和んだ。それから。それからは全てが最悪だ。目覚めたのは夕方で、何日過ぎたかもわからなかった。全ては酒が見せた悪夢だと思った。そして寝室へ行ったんだ。だがアンナの姿はなく、そこら中血だらけになっていた。流産したんだ。俺は呼吸が荒くなり苦しくなった。そしてベッドの上に目をやったら、それが横たわっていた。無防備に血まみれのシーツの上で死んでいた。俺のせいだ。死体はたくさん見てきたが、それはつらかったろう。言い表せないほどだ。足がすくんだ。ソドンでは戦場いっぱいの死体を見た。マリボーで燃やされる魔女も。だがこれに比べれば、カシの木とウサギの一物くらい違う。しかも悪いのは俺だ。それはまだわからん。関係がありそうなのはアンナが持っていた魔除けだ。それをなくしたのが原因かもしれん。子供はどうした。綺麗なシーツにくるんで埋めた。それだけか。黙れ。葬儀など思いつかなかった。怖かった。終わらせたかった。夢見ていた子供だった。アンナに言ったさ。赤ん坊、俺たちの赤ん坊、それでやり直せるってな。だが生まれる前に死んでしまった。分かったか、ウィッチャー。子供は死んでたんだ。気持ちは上がる。ありがとう。俺もシリが見つかることを祈るよ。そのためにもまずタマラとアンナを見つけないとな。偶然だが、
生まれなかった娘が役立つかもしれない。何？どうやってだ？流産した胎児は適切に葬られないとボッチリングになることがある。何になるって？妊婦を殺して力を吸い取る呪われた生き物だ。力を蓄えたら自分を蔑んだ者を襲う。だがどうやって知るんだ？血の絆、強力な絆だ。それをお前の家族の捜索に使いたい。どうやって？方法は2つある。伝説によれば玄関の下にボッチリングを埋め、儀式を行えばラバー菌へと変えられる。一種の子鬼だ。家族へと導いてくれる守護精霊だ。別の方法は？そいつを殺して血を取る。それを祈祷師へ渡し、あとは任せる。子供を殺すな。もう十分に苦しんだ。呪いを解いて安らかに眠らせてやってくれ。何にせよまずはボッチリングを見つけなくては。埋めた場所に案内する。そして玄関に墓を掘っておく。ボッチリングをラバー菌へ変えられなければ入るのは俺たちだ。どちらにしても役に立つ。先にすることがある。急げよ。俺はそれまで何をすればいい？酔いを覚ませ。